おはようございます。釣り子 TV です。今の時期だからできることっていうことで、まあちょっと折れちゃったねロッドの補修であるとか、はたまたですね、釣りをするときに便利に使えるアイテムね、少し細かい作業がいるやつね、そんなやつをですね、今のうちに準備しておこうかなと思ってですね、ずらずらーとテーブルの上に並んでいるんですけども、今日ね作ろうと思っているのがアシストフックね、スピナーベイトとかスイムベイトにつけるアシストフックを作ろうかななんて思ってるんですけども、ここにねいろいろとずらずらーと手持ちで使ってるアシストフックを準備してみたんですけども、まあ流儀のやつがあったり、ガマカツのやつがあったり、デコイがあったり、あザップがあったりですね、結構その釣り物とか使うものによってですね、いろいろなトレーラーフックを準備してるんですけども、大概やっぱりまあシングルフックですよね。ここにあるのも全部シングルフックかなーなんて思っていて、で結構ね自分で使って好きなのがトリプルフックを使ったアシストフックね、瞬間的にパッパッてこう食って吐いてみたいなね動きがある。まあ例えばスピナベサイトの釣りとかね、あれこの前ね魚の反応具合見ていろいろトレーラーフックつけたりやってみたんですけども、何にしてもですね、こうリアクションでこうパッてねサイトね見えてる、こうふわーって泳いでるやる気のないバスにこう瞬間的に見せて吸い込ませるね。で見ているとですね、ほんと張りがかりしないね、トレーラーフックとかをつけていても張りがかりしない、そんぐらいですね、ちょっと試しにバンってこうリアクションで食っちゃったんだけども、あやっぱ違うっていう感じでね、目で見てるとね、あこんなにバイトしてるのにこんなに魚ってかからないんだってね、こういうのをですね目撃したので、でそんな時にね使ったらいいんじゃないかななんていうのが、例えばこういったトリプルフックを使ったですね、トレーラーフック、実際にいろいろトレーラーフックを交換してみて、最終的にかかったのがこのトレーラーフックにちょんがかり、それでようやく1匹釣れたなんていうのがありまして、でまあ普段ねこういう感じで100均で売ってるようなね小物入れに、まあなんか使えそうなトレーラーフックをですねこう入れてですね、すぐに付け替えられるようにスタンバイしているんですけども、まあ、ここにちょっと在庫でね、トリプルフック仕様のものも入れておきたいななんて思って、で自分が作る時に使うのが、スイベルですね、それとスプリットリングね、それとね今回ですね、これはね、新しく買ってきたんですけども、流儀のですねツインフック用熱収縮チューブっていうことで、人気のですね、なんていうんですか、ツインフックを作る時に使う、まあ最初はこの収縮チューブがついているんですけども、それがちぎれちゃった時に、改めて作り直すようにこういうね便利な熱収縮チューブね、シュリンクチューブっていうのが売ってるんですね。でまあいろいろ径もあるんですけども、ここら辺のものを用意してですね、トリプルフックのトレーラーフック、これを作っていきたいと思います。でじゃあ早速ねやっていきたいと思いますね。でこれねスイベルはだいぶDスイベル SS って言ってね、すごい回転のいいサクサスのコーティングが施されたスイベルなんですけど、基本的にここの回転性能今回作るやつには必要ないので、まあこんなにいいやつじゃなくていいです。普通のあの釣り具屋さんの餌釣りコーナーとかに売っているですねやつでいいと思うんですけども、ちょっともったいないかな、今回はサクサスのですね、こういったスイベルね、これを準備して、でですね、あとはスプリットリングですね。わー出すぎ、これもねいろいろお得用とかいろいろ売ってるので、まあ、こういうのを買っておくとですね、こういう作業の時にね便利に使える、ここら辺適量を用意して作りたい分ですね。でこういうのがあったら便利だよっていうのが、こういうね小さいスプリットリングとかをつまむね専用の小型のこういうピンセットみたいなものね、これがあるとですね格段につけやすくなるので、まずはですねこのスプリットリングをひたすらスイベルにくっつけていきますね。
要はあのスピナーベイトのここら辺についているああいった感じのものをねいっぱい作っていくんですよね。これがこう細かい作業でそんでもって面倒い作業なので、まあこういうのがねなかなか家から出れないこういった時期にねやっておくと釣り場でねいいことがあるかもしれないので、はい、ここら辺の作業はですね、永遠に細かくこれをただちまちまつけていく作業なので、完成後にぶっ飛びます。はい、取り付けが終わりました。で、これのポイントですけども、その自分のよく使うですねスピナーベイトのねこの返しをちゃんと乗り越えられる径じゃないとダメだよって、ここでこうちゃんと乗り越えられるねこういう径じゃないとダメだよっていうことですね。はい、そんでですね、はい、次はですね、じゃあこの部品に針をつけるっていうことでひたすらですねまた今度はね針をつけていきますので、飛びます。はい、針をつけ終わりました。ガマカツの針ね、刺さりのいいものとか、あとはこっちよりちょっと太軸で小型のものとかね、微妙にこの2つとこの2つでサイズが違うんですけど、本当針は、自分の行くフィールドでお好みの感じでいいんじゃないかなと思います。まあ何がしたいのかっていうと、要はこういう感じのまあちょっとストロークを出したいんですよね。このトリプルフックをそのまんまシングルフックね、このスピナーベイトのやつにつけちゃうんだと、まあストロークが短いな、それだと嫌だなっていうことで、ストロークを出してなおかつプランプランさせないために、工夫をしていくっていうこういう、システムなんですけども、まあこれはねスイムベイトにつけるやつだからここで稼働してってねプラプラしてっていう感じですけども、これとはちょっと違くなってくるんですけどね。じゃあこれにね早速ですねこの熱収縮チューブですね、これをつけていきたいと思います。はい、シュリンクチューブっていうことでですね、ブラックカラーですけども、これがね要はねドライヤーとかこう熱を与えると縮むよっていうね、こういうまあなんだろう電気工事とかで使う感じのやつですかね。これがね結構ね便利なんですよ。これをですねこういう感じでかぶせていくんですがね、こういうね地味な作業だからね、あんまり今まで家でひっそりと一人でやってたんですけども、結構ねあると便利なんでちょっと今回動画にしようかなと思って、はい、イメージとしてはこんな感じ。またねこれを4つ作っていきますね。そんでまあスプリットリングの場所を見て、カットして、こんな感じで、まずはこれをまた今度4つ作っていきます。はい、こんな感じでね、シュリンクチューブを全てのフック、スイベル、スプリットリングにかぶせました。じゃあこっからがねお楽しみの、収縮タイムなんですけども、あ、ライターがね、少々お待ちください。はい、じゃあねここでねちょっとねうちドライヤーがないので火を使ってやるんですけども、もしねちびっここの動画を見てることがあったら、ここはねお父さんお母さんに相談して、やってみてください。こうね火事になっちゃったりすると大変なので、で大人の人はですね、周りに燃え移るものがないかとかね気をつけて、そんで慎重にやっていけばと思うんですけども、まあ熱収縮チューブっていうことで、ここでねターボライターだと結構ねジュボーってね燃えちゃったりするので、この昔ながらのライターがいいんじゃないかなと思います。おいで熱くなるかもしれないんで、まあ、こんな感じでペンチで固定して、で収縮させていきますよ。ほら見て熱でこう収縮していく、こんな感じでね縮んでいきますんでね。はい、じゃあどんどんやっていきますよ。はい、焼きすぎ注意でね、ほんとね燃えちゃったらあれなんで、こんな感じで
収縮させていきます。はい、完成しました。じゃあね、見ていきたいと思いますけども、こういう感じでね、ちょっとストロークをつけて、そんでもって、がっちりとね、まっすぐストレートな形状っていう感じで、こういう感じでね、シュリンクチューブでトレーラーフックが完成しました。おいで、あとはね、もうつけるだけなんですよね。これを釣り場に持って行って、まあ、例えばこれなんかはね、こうシリコンチューブで脱落しないように固定してるわけなんですが、ここのお仕事をこのシュリンクチューブにね、やってもらうっていうことで、はい、こういう感じね。ほらね、結構ね、バイトのシーンを見ていて、こう吸い込む時にですね、どこめがけて食ってんのかよくわかんないんですけど、なんかね、本当かかるかかかんないかっていうのが多くて、そういう時に、まあこれだとそのスイベルの可動域があるんで、そこまで棒みたいには硬くないんだけど、でもある程度こう姿勢をキープしやすいなっていうのがあってね、こんな感じのやつでやってみて、この前釣れたんで、まあ追加でちょっと作っとこうかなっていうね。はたまた、あの、例えばこの時期とかに有効な、あのシャトテールのスイミングの釣り、それにもやっぱりあのシングルフックとかついてますよね。それの後ろの方にこう、まあつけて、でそのまんまトレーラーフックとして使ったりですね、あとはバズベイトをオープンウォーターで引くとき、雨の日とかですね、すごいバイトあるんだけどなかなか乗らないんだなんていうときにですね、これを準備しておくと、スッとね、こう追加することができるので、まあ普段使いはね、いろいろこうシングルフックのやつとか、あとははたまた骨ティンセルがついているやつとか、いろいろスタンバイしておけばいいと思うんですけど、こういう中にこう忍ばせておいて、なんとかね、あのバイトあんだけどかかんないなーなんていう時にね、こういう感じでピッてつけて、キャストするとですね、いいことが起こるかもしれないっていうことで、今回はね4つ作ってみたんですけど、ほんとね、簡単にできるんで、こういう感じで作って、このトレーラーフック入れにですね、まあこういう鉢材も入れときゃ釣り場でなんか役に立つかもしれないんでね、こんな感じで持っておくとですね、何か、役に立つときが来るんじゃないかっていうことで、今回はですね、家でこんなのを作ってみましたっていうことでね。はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちら、トリプルフックを使ったですね、トレーラーフック、これをですね、工作してみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。